さん、こんにちは。お疲れ様です。ここ今ここから約300キロぐらい北に行って、そしてその周りたくさん今もなお大変な状況にある人たちがたくさんいて、今今日ここで音楽ができるのも、もしかしたら平和っつったらそれはどうなのか分かんなくて、誰かの犠牲のもとに成り立つ平和っていうのは本当の平和じゃないと思った。だから本当の意味での平和を求めて、それはたとえ理想論かもしれないけど、理想を求めて音楽をやって何が悪いんだ。俺たちは音楽を持ってこれからも理想を訴えていきます。だから今日この日比谷公園というこの公共の場でこれだけの音楽が鳴るのは素晴らしいことだと思う。とにかく大切なのはイメージとハート、心で思う、心が通ったシステムを作ってほしいと求めてるだけだ。よし、いいかい、みんな行こうぜ。おもしろしで行きます。
We can make it! We can make it! 俺たちはできる絶対できる